マダインサーレ派は、現サウジアラビア領内に存在していた古代都市である。マダインサーレ派は、サーリーフの町を意味し、アルイコールヒジュルとも呼ばれた。ヒジャーズ北部に位置し、赤い崖のあるワジの集落エール裏からは、約22キロメートル離れている。古代には、この都市には、サムード人やナバテア人が住んでおり、ヘグラとして知られた。広古遺跡群は、 ナバテア人たちが暮らしていた紀元前一世紀から紀元一世紀頃のものが中心で特に装飾の施された破壊士群が特徴的である。このほかそれ以前に遡る碑文も発見されている。マダインサーレ派はナバテア人の考古遺跡としてはヨルダンのペトラに次ぐものである。2008年の第32回世界遺産委員会で 世界遺産リストへの登録が認められた。サウジアラビアでは、初の世界遺産である。詳細は夜あらすじを参照サウジアラビアでは、マダイン・サーレ派の遺跡は呪われた場所と考えられている。その根拠となるのが、クルアーン第15章、アルイコール・ヒジュルである。そこでは、アルイコール・ヒジュルの民が、使との警告を聞き入れずに罰を受けたことが記されている。そのため、 多くの特進のサウジアラビア国民たちは政府が公式に観光事業を奨励しているにもかかわらず当該ショークをあまり気にしないムスリムや非ムスリムの観光客に良い顔をするとは限らないのである。この世界遺産は世界遺産登録基準のうち以下の条件を満たし登録された。ありがとうございます。